はい。それではガイダンスを始めさせていただきます。レック専務講師の江口です。じゃあ、お手元に、こういうレジュメがあると思いますので、まあ、これ、白のパンフレットですね。パンフレットというか、まあ、資料ですね。これを用いてちょっと説明したいと思います。で、今日の話は、特許の模擬講義ということで、まあ、特許法、から、不正競争防止法まで、まあ、かなり7項目ぐらいあるんですけど、その中のね、一番怖いになる特許法の話です。じゃあ1ページ目を開けてください。こちらですね。でね、法律の勉強っていうのは、まあ法律はどういうことかっていうのも後でちょっと話しますけども、内容的には理解するのはそんな難しくないですね。人間が決めたルールだから、こうやって決めてる。だからそうですかっていう話なんだけども、数が多いですね。1条から特許法だけでも204条まであると。だからこれを、ボリュームが多いと頭の中に入れるのも時間がかかるし、入れても、たくさんあるとね、まあ、尻から抜けていくと。まあ、ここが一番問題なところなんですね。で、まあ、それをどういうふうにやっていけば、まあ、早く理解できて、で、早く頭の中に定着させる。定着っていうのが一番の課題になってきます。で、そのためには、まあ、基本的にね、整理整頓なんですね。なので、まあ、全体像を俯瞰して、で、そこに入る知識を入れる引き出しっていうのをしっかりと、決めてやれば、まあ、その引き出しからね、知識を引っ張り出せる。で、学んだことを、復習したことを常にその引き出しでのフィードバックができるというのが非常に大事になります。なので、まあ、私の講義では、まあ、特許のこの膨大な240部ですね、特許前と特許後に分けます。まあ、いわゆる特許をできるまでの、条文。で、特許した後の条文。で、本試験も特許前で1問、論文試験ですけどね。で、特許後に1問。で、試験委員も特許前と特許後で、まあ、分かれてるようなので、担当試験も含めてね。まあ、こういうふうに分けるのが一番ベストです。じゃあ、その特許される前はどういう項目があるかというと、まあ、大きくね、これ両方にわたる法目的というのがあるんですけども、3つに分かります。2、3、4ですね。で、特許要件というのは、特許がされるための条件です。だから、価値のないものに特許を与えてもしょうがないので、いろんな側面から特許できる条件というのが決まっている。特許要件ですね。それから、4。権利取得の手続きっていうことで、まあ、特許出願をしてから、設定登録で特許権が発生します。でね。で、そこまでの手続きっていうのが、まあ、実際仕事にも直結するので、重要になってくる。で、もう一つが特許前の法的保護ですね。まあ、特許されて保護されるんだけども、特許権でね。その前の状態でも、いろんな保護があります。例えば、まあ、職務発明の規定でね、その会社に、特許を受ける権利っていうのが、特許権以外にね、発明したら発生するんだけども、それをね、まあ、譲渡してどうのこうのという規定ですね。で、この3つから必ず取材されると分かっています。で、まあ、ブレイクダウンしていけばいいわけですね。で、手続きが、まあ、一番たくさん、担当試験等では取材されるんですけども、これも、基本的な骨格っていうのがあります。で、まず出願をしないと、発明しただけでは、創作というのは発明完成ですね。これだけでは権利はもらえません。出願して、大きく、審査を受けて、特許査定を得て、お金を払う。これは基本的な形で、あと、依照法とか商標法とかも、別の科目として法律、があるんですけども、同じなんですね。基本的な骨格は。だから、特許法をがっちり固めておけば、そこの派生でね、まあ科目数は多いんだけども、かなりね、共通点というのがあってまとめられるということなんですね。で、まあ、ちょっとせっかくなんで、もうちょっと細かい話をすると、出願して特許査定を受けてお金払ったら、特許権が成立する。で、実際ですね、期間のマイルストーン的なものがあって、3年とその半分です。で、3年以内に出願しても、出願審査請求という手続きを取らなければ、一律取り下げになります。で、出願した請求という手続きを含めば、まあ、1枚書類出すだけなんですけどね、実態審査がされると。
こういう話なんですね。この審査はこの特許要件の審査ということになる。その反論の期間で、一律出願内容が出願公開されます。これは、その次のページで、説明しますけども、法目的ってここですね。まあ、ここの産業の発達っていうのが特許の目的なんですけども、そこと直結する非常に重要な規定になります。一律1年半遅れて出願公開される。で、実態審査に入ると、通常ですね、一発で特許になる場合っていうのは珍しくて、拒絶するという理由ですね。この特許権満たしてないという理由が、存在する場合があります。まあ、広めに権利を取るので、先行技術を引っかか、まあ、重なる可能性があるんですね。で、その、重なったら、補正で厳粛するとかね、あるいは審査官の判断が間違っているから意見書で反論する。反論の機会が一度与えられる。これが拒絶の理由の通知というものです。実用信案だけはね、まあ4科目基本があって、実用信案は無審査登録主義なんてないですけども、意思を商標というのは、まあ、基本一緒ですね。まあこの出願者請求というのはありませんけども、基本一緒です。解消すれば、解消しなければ拒絶査定。解消は上ですね。特許査定と。これが基本です。さらに、不服申し立てとして、審判、再審、それから、訴訟ですね。で、あとは、まあ、これでも大きくカバーできる。で、から、特許成立した場合は、特許権の話がザーッと出てくる。あとはね、まあ、大きい引き出しが2つあるんですけども、それらについて、不服申し立てっていうのが、審判、訴訟。で、国際間の約束は条約ですね。条約絡みの規定が、まあこれはそんなボリュームは大きくないですけども、まあ大きくこの4つに分けて、整理していけば、ボリュームが大きい特許法も、まあ比較的ですね、楽して、頭の中に知識を入れることができるということになります。次のページを見てください。で、こちらのページが、まあ今言った、登録前って言ってますけど、特許前特許ですね。それから審判訴訟に分けて、で、それぞれ網掛けの大項目があります。で、ここに知識を落とし込んでいけば、わかりやすいし、頭の中にも入りやすいし、知識も引っ張ってこれるという話ですね。で、ここでね、特許成立した後の特許権の侵害に対して、差し止め請求でできるんですね。まあ、これを、の、テーマを、例としてですね、法律で何かっていうのをちょっと説明したいと思います。こちらですね。で、問題1を見ていただくと、まあ、具体例を見ていただいた方が分かりやすいので、簡単な例です。で、甲は自転車 A の特許権者であるが、特許権を持っている。乙が自宅で組み立てた自転車 A を個人的に使用している事実をつかんだと。勝手に、作ってですね、勝手に乗り回してると。何も権利がないのに。そこで、こうは、オツの使用行為を差し止めることができるかって、こういう問いです。イエス・ノーですね。じゃあ、どうやって答えを出すかというと、法律にできるって書いてなければできません。書いてあればできます。ってことなんですね。なので、この結論を出すのに対応する法律というのを探しに行きます。ここではちょっともう直接ご紹介しますけども、差し止め請求権っていうのがあって、いかにもね、使用を差し止めることができる、対応する条文ですね。で、専用使用権というのは、専用実施権というのは今回使わないので、無視してください。それでは、このですね、話をしていくと、特許権者は事故の特許権を侵害する恐れがあるものに対し、侵害の停止を請求できる、することができる。これ条文そのものです。こういう条文があったら、なんとなくね、できるって書いてあるから、その条件に当てはめたら、できるんだな、可能性あるなっていうのがわかると思います。条件って何かというとね、特許権を侵害するものに対してできると。あるいはその恐れがあるものに対してできると。ここですね。だから、
この、簡単な例ですけども、この事案で 差し止めることができるかどうかっていうのは、侵害かどうかっていうことに置き換わります。ですね、条件。じゃあね、当てはめていくと、この差し止め請求は、オツの行為が特許権を侵害し、その恐れがある場合に認められると。この条文から導き出せる条件ですね。で、じゃあ、侵害っていうのが条件になるんやったら、特許権の侵害って何だっていうことで、だんだんブレイクダウンをしていく。特許権の侵害とは、正当理由権限なく第三者が特許発明を業として実施することを言うと。これ68条今載せてないですけど、そこに書いてあるんですね。まあ、正当理由権限がないと。まあ、この事案は何も書いてないから、特別な、権利とか、そんなん持ってません。第三者ですね。これ、オツ、行為以外ですから。が、特許発明を、これ自転車なんで該当します。で、業としてかどうかっていうのはちょっとわからない。まあ、わかるんだけども、実施は、使用は実施ということになります。実施の定義というのはまたいろいろあってね。まあ、侵害するための条件になるわけですね。これは使用というのは実施。ということで、まあ、条文が他にあると考えてください。することを言うと。ということは、特許発明も実施しているので、問題は、業としてであれば、この侵害になるわけですね。これ条件当てはめるだけです。じゃあ、業としてでどんな意味なのかっていうとね、これは事業としての意味であり、事業活動以外の個人的、家庭的な行為は除かれるって、こういう意味がある。じゃあ、なんでこういうふうに決めたんだっていうと、これは法律、いわゆるルールを作るときに国会で、まあ、作るわけですね。所定のプロセスを経て。で、その段階でね、個人に、な行為に、特許権の効力ですね、特許権の行使をするのは行き過ぎだろうということで、設けた条件なわけですよ。なので、まあ、要件というのが条件あるんだけど、それって全部人間が決めたことなので、意味が決まってます。じゃあ、当てはめます。ここね、もうお気づきと思いますけども、個人的にって書いてますね、個人的に。ということは、業としてないって話ですね。ここに該当しないです。なので、じゃあ、侵害ではない、差し止め請求はできない。こういう結論になる。まあ、これが法律なんですね。結局、法律を勉強するときに、まあ、これ非常にシンプルな例ですけども、法律要件と法律効果っていうふうに言われていて、今の話では、特許権の侵害、その恐れっていうのが、その差し止め請求できるという、効果の前提条件になります。で、侵害停止予防というのが効果ですね。だから、要件と効果っていうのを、まあ、知っていれば、なんかイベントが起こった時に、じゃあ、クライアントの要望事項というのがあるんですね。で、それを実現できるのかどうかっていうのは、要件効果のセットを知っていることによって、法的アドバイスができることになるという話なんですね。なら、結局、要件と効果をしっかり理解して、頭に入れて、で、事案が出てきた時に判断できるようにするっていうのが、まあ、弁理試験ですね。法律試験で、で、それが特許法から不正競争防止まで、聞かれて、で、まあ、例えば司法試験の場合はね、もっと一般的な社会活動ですね。で、そこで問題になるのは、お金の問題と、お金で喧嘩しますね、人間で。で、あとは相続ですね。だから、財産権法と相続法で民法があって、で、その要件と効果を、弁護士さんは知っているので、相談にしに行ったらこんなことができますよ。解決策を教えてくれる。まあ、それだけのことです。じゃあね、理解するのはそんな難しくないです。まあ、ややこしいやつもありますけども、平たくね、講義で、こうですよって言われたらそうですかっていう世界なんです。まあ、そんなに難しくないですね。なので、まあ、ちょっとそれを踏まえた上で、まあ、最初にお話したように、量が膨大だっていうのが一番の課題なんですね。法目的を見ていきます。特許の目的で一体何のためにやるかですね。で、目的が絶対法律の場合はあります。なので、まあ、そこからね、理解していくことによって、まあ、いろんな法律の規定の意味というのが解釈できることになる。じゃあ、特許の目的何かというと、産業の発達なんですね。まあ、要は。ただ、どうやって発達する、達成するのかっていうと、この法律は、これ条文そのものですけども、発明の保護と利用を図ることによる。
発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する。こう書いてある。保護と利用を図って、これは具体的な手段ですね。まあ、手段といっても、バクッとした手段を示して、産業の発達を図る。じゃあ、なぜこれで産業の発達が図れるかというと、まずね、じゃあ、どんなふうに産業が発達するかというとね、産業の発達は技術的な面で言えば、技術が累積的に進歩してきて、産業が発達してきました。で、まあ、一番大きいマイルストーンというのは産業革命ですね。まあ、いわゆる、蒸気機関が出てきて、そこから機械的な、人力じゃなくて、機械的な、力で、ものを動かすことができるようになったので、まあ、飛躍的に生産性が向上しましたね。で、その累積的進歩というのはどうやって起こるかというと、まあ、新しい技術が出てきたら改良、改良、改良でね、まあ、基本、来るわけですよ。新しい技術がポンと出てくる場合もあるけど。なので、利用を図るっていうのは、早期公開なんですね。で、早期に新しい技術を公開することによって、早く改良発明が出てくる。という意味での産業の発達。これが特許の目的です。で、さっき、全体像でお話したように、マイルストーンのね、出願日から1年6ヶ月で出願公開する。比較的早いですね。1年半遅れで全部最新の情報、詳細まで全部見れる。ということですけども、それがね、本目的です。ですね。で、ただですね、じゃあその出願してください。早く公開されるから産業の発達が図れますよっていうだけだと、じゃあ、その発明者にとってはね、発明した人、あるいは特許権を取ろうとしてる人にとっては、まあ、企業にとってはね、真似されるだけじゃないかっていう話になるわけですね。出願して公開されたら。だったら、秘密を保持、何も出願せずに、公開しない方が得だと。なので、一定の保護は必要です。で、どんな保護が必要かというと、最高の保護ですね。まあ、1万円あげるとか100万円あげるでは、じゃあ、出願して公開される方のデメリットが大きいと。だから、その公開しても問題ない方法というのは独占範囲だけで、自分だけが実施できる。だったら公開しても真似できないでしょって、こういう話なんですね。それを与えますよ、ということになります。だから、理由は公開ですね。で、大きく保護は特許権と、ということになる。ただですね、特許権を保護を厚くしすぎるとね、いつまで経っても特許権しか実施できないので、これは広くみんなが実施できません。なので、バランスが大事なんですね。まあ、保護をね、出願日から300年とか言うとね、まあ、昔最初の蒸気機関の発明が未だにね、特許権の対象だっていうことにもなりかねないわけですね。なので、存続感ですね。質は最高にするんだけども、重さで、まあ、いわゆる長さで調整しますよってことで、出願日から20年。最長。まあ、一応延長制度はあるんですけど、まあ、特殊な分野でもね。で、結局ね、保護と利用を図る。すなわち、出願公開で利用を図る。で、20年より後、自由実施を可能にする。で、保護は特許権で最高。ただし、出願日から20年と。このバランスが大事なんですね。保護が厚すぎても保護が厚すぎても、利用が、お制約、利用に制約がかかるし、保護が薄すぎると誰も出願しないから、このバランスで産業の発達を図ると。これが特許法の目的です。それでは次のページ見てください。じゃあ具体的な内容をちょっと講義風に説明していきたいと思います。まあ今の法目的の話も非常に重要なポイントなんで、絶対に頭に入れとかないといけないことです。で、特許要件の話をしたいと思います。で、特許要件というのは、最初にね、ちょっとお話したように、全体像を見ていただくと、その特許前の、ここなんですね。で、ここに、さっきお話した法律要件と効果というのは、その法律要件を満たさないと拒絶されてしまいますよ、っていう、ことですね。ただ、その拒絶理由を、この特許権全部満たしたら、特許されると、特許査定されるという、こういう法的効果になります。で、その中で、まあ代表的なものがいろいろあるんだけども、新規性というのをちょっと例に見ていきたいと思います。で、まあこれがね、限られた数のものが、まあ記載されるという話なんですね。で、新規性の要件っていうのは、これ特許できるための要件です。これ、
横で出ちゃってるんだけども、要はね、ここに書いてるのは、特許出願前に日本国内外国において、公然知られた発明。まあ、いわゆるね、特許出願をする前に、発明じゃないですね。一番わかりやすい特許出願をした時より前に、公然と知られていたら、もう価値ないやんという話ですね。価値は出願して、1年6ヶ月後に公開して、それがすごく新しいものを開示してもらった。だから特許権与えますっていうことなんですね。で、すでに知られているものに特許権を与えても弊害があるだけです。で、その3つ要件があって、これ、公地公用関連っていう方に、まあ、見出しをつけるとね、まあ、スッと最初のトリガーが頭にあります。で、出願時より前に、まあ、知られてるとか、使われてるとかね、観光物とか電気通信回線、これインターネットですね。日本外国で掲載されていたら、それと同じものは価値がないので、新規性がない。で、誰でもね、ちょっとこの工夫で、改良できるっていうようなものも価値ないですね。まあ、進歩性がないとして議論されることになります。で、まあ、具体的な内容をちょっと飛ばして、まずね、要はゴールは、この条件をちゃんと理解していたら、なんかイベントがありました。じゃあ、出願してきた、完成した発明について、出願して、新規性をクリアできるのかできないのかですね。クリアできなかったら、もう出願してもしょうがないっていう話になるし、他社の特許が出てきたときに、じゃあ、この条件に該当したら、それは無効だっていう話ですね。潰すことができるんですね。まあ、そういう意味で非常に大事です。で、まずね、出願前と言ってるけども、時より前。だから、時分も問題です。1秒前に公開されていて、1秒後に、まあ、細かい話です。出願したら、これアウトという話ですね。で、実際に、ネット出願なんで、時分まで、まあ、記録が残ります。次のページ。でね、公然知られた発明についてちょっと説明をしていくと、出願前に公然知られた発明、公地公用関連の公地です。で、公然とね、知られっていう意味が分かれば、ここの判断ができるんですけども、一応ね、ちょっとね、言葉の意味をザラザラと言われるとね、急に言われると眠たくなるかもしれないんですけど、二つだけ聞いてください。公然というのは秘密を出した状態ですということです。で、人数は無関係で、秘密を守る守秘義務と言いますけども、それがあるか否かで判断します。だから、出願より前に会社の従業員1000人がその発明の内容を知っていても、それは秘密を守る義務がありますね。社員というのは。だから、まあ、そういう事実が出願後に、出願前にそんな事実が存在したということを出願後に発覚しても、これは公然知られたにはならないっていう話なんですね。この要件を出さない。で、知られというのは現実に知られかつ技術的に理解されたことっていうふうに、まあ、どの本にも書いてます。だから、この、意味が明確になれば、なんか事案が出てきたときに、じゃあ、新規性があるのかないのかっていう判断が、まあ、できるわけですね。じゃあその判断を、まあ、どんなふうになるかっていうのは事例があった方が分かりやすいので、まあ、先ほどの差し止め請求と同じように簡単な事例で、まあ、紹介したいと思います。はい、事例1ですね。事例と書いてある。新たな構想アロファを売り込むために、まあ、これが発明になるんですね。特に契約を交わすことなく、A 社の従業者が顧客、まあ、A 社の技術者がこれは構想を考えたとしますね。A 社の技術者が顧客である B 社の技術者に構想アロファの内容を説明し、まあお客さんなんでこんなんどうですかっていうことで、まあそれがね、客のニーズがあるかどうかとか、まあその、価値ですね、を確かめるために事前に説明するっていうことはあり得ます。で、説明し、その後に、あ、これはなかなか、受けがいいので、決断をしたと。で、この場合にね、新規性欠如により決されるかっていう、上の公地公用関連に該当するのかしないのかっていう問題です。でね、公用とか使ってないし、観光物関係ないから、ここは人に喋ってます。だから、
1号がまあ問題になるなっていうことになりは、なるわけですね。じゃあ、その規範って書いてるのは法律のことです。規範は特許出願前に、まあ、先ほどね、条文にあったようにそれです。公然知られた発明に該当すれば拒絶されるということなんですね。まあ、49条2号というのはちょっと無視してください。拒絶理由の根拠になります。で、まあ、これに該当するかどうかっていうことですけども、公然とは秘密を出した状態、上で言いましたね。で、知られたは厳正に理解され、かつ厳正に理解されることを言うと。じゃあ、この事案はどうなのかっていうと、当てはめていけばよいですね。フォースアローパは時その前に知られた発明になるよと。結論です。なぜかというと、A 社の技術者が顧客である B 社の技術者に構想内部を説明し、その後出願という書いた事実がありますね。で、この事実から伺えるのは、B 社の技術者がね、知られるっていうのは、技術的に理解したのかって、こういうことです。で、それは技術者同士だから、理解したことになるだろうと。構想内容を理解したと。で、あと、公然はどうなんやっていうと、契約を交わしてないって書いてますね。なので、B 社の技術者に守秘義務はありません。だから、ということは、この条件を満たすことになるわけですね。この条件。そうすると、29条1項1号というのは、さっきの、公地公用の公地の条文です。1項1号要件を満たす、具備することによって、全部満たしていると、新規制形順に掲載されると、こういうことになるわけですね。だから、まあ、規範があって、それぞれの言葉の意味があって、そこに 事案を当てはめて、その法的効果が満たして、要件を満たしているかどうかを判断する。まあ、まさにその試験ですね。で、同じくですね、もう一つ。公地公用、関電の関ですね。の話に、だと、頒布された刊行物に記載された発明、出願前にね。これに該当したら、同じく拒絶になるんですね。じゃあ、その判断をするにあたって、単に雑誌に載ったんやって、ザクッとした判断ではね、正確な結論は出ないし、その拒絶されるかどうか決まるわけだから、曖昧に判断しても困りますね。厳格に判断して。なので、ここで言う、それぞれの言葉の意味っていうのが問題になってきます。まあ、明確にしないと、その条件というのはクリアにならないですね。で、この場合、刊行物というのは、公開を目的として複製された文章、写真って書いてあります。で、公開を目的とすると。だから雑誌とか新聞とか、そういうものは全部、カタログもね、該当するし、まあ、紙だけじゃなくて、電子書籍ですね。電子媒体も該当する。頒布というのは、配布を意味し、不特定多数のものに見られる状態。だから、単に刊行物に掲載されてるから、みんなが見るかというと、そうじゃないですね。本当に、書生、本屋に、で、本が、置かれて、初めて、アクセスできる、不特定のものがアクセスできるということになります。まあ、例えば、図書館に、送られて、閲覧可能。それも不特定ですね。図書館員は特定なんで、不特定が、その時点で申請を送付すると。まあ、マイクロ上にちょっと飛ばしますね。記載っていうのは、当業者が実施できる程度に記載すると。で、当業者がね、まあ、例えば科学の構造式だけトーンと、掲載されていた。そうするとね、じゃあもう、それで、その構造式の化学、材料、あるいは物質は価値がないのかというとね、構造式だけど誰も作れないですね。なので、実施できる程度に構造式だけだったら、新規性は喪失しないってことになります。で、製法とか実際に利用できるようになって初めて、新規性を喪失するということになるんですね。だから構造式だけが、論文に載っていて、じゃあ、同じ構造式の出願をその後に行っても、そこで、どうやって生産するかというのを明らかにすれば、それは新規性があるということになります。だから、まあ、微妙にですね、いろんな事案によって、
際どい判断をしないといけないことがあります。またちょっと具体例ね。まあ2問目でちょっと、もう3つ目なんで、ちょっとしんどいかもしれないですけど、ちょっと聞いてください。コウは発明を解き出願した。しかし、その出願前に A を記載した論文が図書館に到着し、まあ、最初に、到着したのが、外へ出したのが、図書館やと。で、その出願、到着したらすぐに、みんなが、講習ですね。不登校での人が図書館に来るんだけど、その人に閲覧可能になるわけじゃないですね。いろいろ準備をして、閲覧可能になったのが出願後ですと。で、この場合どうなんやっていう話になると、論文自体はもう出願前に掲載、存在して、で、発明の内容も書いてるわけですね。だから、刊行文で書いてるじゃないかっていう話になるんだけども、3つ判断しちゃいけないですね。刊行物、範布記載。で、この範布っていうのが、配布を意味し、不特定多数のものに見られる状態に置くっていうことなんです。なので、閲覧可能になったのが、なって初めて範布になる。だから、範布っていう、条件を満たすのは出願後なんですね。なので、出願後に公衆閲覧可能より、出願前公衆に見られる状態はないから、出願前に範布の要件を満たさないと。だから、要件不備で拒絶するようになると。こういうことですね。だから、こういうものを順番にいろんなパターンで、そんなめちゃめちゃ多くないですけども、自由な切り口に関して理解していけば、まあ、試験も受かる。で、実際に仕事でも使えると。こういう話になります。次のページ見てください。でね、まあ今言った通りなんですけども、大事なのはね、じゃあこれ順番にね、まあ高知やりました。半分された観光物やりました。こんな条件です。こんな意味ですよっていうことで覚えれば、まあ答えは出るんだけども、トータルとしてね、大事なのはね、だから1号から3号、まあ高知こういう観点というのは、一体何を意味してるのかっていう本質的なところですね。これは表面的にね、個々にこんな意味だよっていうことを理解しても、まあ、それも必要なんですけども、真に理解したことにはなりません。で、結局ですね、公然知られる状態っていうのがあるわけですね。まあ、例えば、工場で、発明のかかる装置を稼働していて、見学者がそれを、10人、守秘義務のない人が、来たけども、たまたま見なかったとか、いう場合は、知られに該当しないから該当しないですね。だけど、知り得る状態ですね。だから、知り得る状態だけで価値がないってするのかどうか、っていう、こういう問題なんですよ。なので、まあ、それはね、ちょっとね、発明の方法にならないので、この、高知公用関連というね、アクセスレベルを考えたときに、知られる状態では、まだ、アクセスできないので、発明として価値があるでしょうと。で、新規性喪失するのは、その知られる状態からさらに、アクセス性が高まった人が技術的に理解する、守秘義務のない人が。そうなると、この人に聞けば、情報が漏れるわけですね。ということは、この一段、情報のアクセス性が高まった。ここで、新規性がなくなりますよ、と。こういう話なんですね。販売しよう。公用っていうのは今日やってないんですけども、販売しても所有権移りますから、動いてるの見えますから、使用したらね、アクセスが高い。で、広報とか新聞とかに、まあ、半官記載のさっきの3つは満たす必要があるんですけども、よりアクセスレベル高いですね。だから、アクセスレベルが高くなっていくんだけど、これ以上、ここより上がスレッシュホールドですよ。こんなイメージなんですね。で、関連というのはネットなんですけども、ネットもね、ネットに掲載しただけでアクセスできないでしょ。だから、もうちょっと上でね、リンクが貼られてるとか、ネット側のアドレスが公開されているというレベルで初めてここに行きます。で、ネットに掲載されただけでは知り得る状態として、新規性はなくならないですね。だから、
その本質は知られる状態の中のアクセスレベルが一定以上ってこの一言なんです。で、その具体例が何かというと、高知高揚関連だと。こういう話なんですね。で、今言った話がですね、非常に重要なのは、その講義の中で、まあいろんな人がいろんなところで講義するんだけども、結構ね、こう単発的にこういう意味ですよ、こういう意味です、こういう意味です、こういう意味ですよっていうことをされる場合があります。で、わかりやすいのはもう一歩踏み込んで、本質は一体何や、何なんやという一言っていうのを各規定について説明されれば、よりですね、頭の中に入りやすいんですね。理解もわかります。覚える。いいことばっかりです。なので、まあ、それを私は提供しますよっていうのが、まあ、売りというかね、まあ、特徴だと考えてください。で、まあ、最終的にはね、まあ、その理解した上で、個々の高知、高揚は飛ばします、関連の意味を覚えないと、やっぱり解けないんですね。で、こういうものを頭に入れていくんだけども、その意味を理解して覚えようとするのと、まあ、とにかく覚えなさいって言われて覚えようとするのでは、頭の定着度というのは全然変わってくると。こういう話なんですね。だから、その覚える前に処理をする。まあ、まとめて整理整頓して頭の中に入りやすい状態に持っていった状態で一生懸命覚えようとするのと、何もせずに、こういう意味ですよって言われて覚えようとするのは、入り方が全然違うと。まあ、ここを理解してください。まあ、その分ラフできます。じゃあ次のページに行ってください。まあ、これがね、講義の特徴なんですね。で、そこで、まあ、もうちょっと一般論で言えば、方法論ですけども、今言った本質的なところで、頭に入れやすく処理をした上で、勉強する、してもらうっていう、まあ、付加価値ですね。まあ、これを提供するのは売りです。で、これはこのコード言いますけど、まずね、方法論としては、知識の絞り込みですね。まあ、要は、知財のね、勉強なんですけども、これはあくまで試験に出るため、受かるための勉強なんですね。だから、向かってから実務的な話はいくらでも勉強する機会はあるし、やればいい。ただ、実務的な話と試験に受かることは、リンクする部分はありますけども、薄いです。だから、試験に受かる勉強をしない。となると、出るとこに絞り込みます。で、覚える量を減らす。まあ、これで時間節約できますね。ステップ2。で、理解して短期記憶のこの短期の理解っていうのは、二つ意味があって、個々の規定の意味を理解するということと、本質を理解するですね。だから、ここで私が言ってる理解というのは、両輪です。いいですね。だから両輪をしっかり教えてもらえるところっていうのがね、ある程度ね、やっぱり実務経験とかがないとなかなかね、難しいところもある。まあ、なくてもできる人もいますけども、ということですね。で、要はそれをすることによって短期正確記憶ができるんですよ、という話ですね。で、ここは短期完成度、精度が高いところが要求される、バクッとしたわけじゃなくてね。で、記憶事項の整理、受け皿の形成。これも、最初全体像を見ましたけど、だんだんブレイクダウンしていって、結局どこなんだっていうのを明確にしないと、それがね、あっちもこっちもあるとね、頭に入らないですね。で、到達点の明確化。で、記憶のための前処理というのは整理整頓です。で、圧縮というのがね、まあ、いろんな規定が、いろいろ文章は書いてある。本質は、例えば、高知高揚関連ということで、圧縮プラス、アクセス性というトリガーがあれば、かなりね、本質が理解できて思い出せる。思い出せ、引っ張ってこれる、定着度が高まるという話ですね。あとは、常にアクセスできる環境ということで、まあ、そこまで絞り込んでも、やっぱり繰り返し見ないといけない。知識の一元化というのが大事です。あっちにしろ、こっちにしろ。まあ、いろんなところでいろんなことを学んで、あっちこっちやっても、アクセスできないですね。資料に探しまくらなきゃいけない。で、そこで一つのは、アクセスできる、その環境ですね。まあ、そういう資料も提供します。次に、ターゲット学習ということで、まあ、ここともかかわるんですけども、これね、やっぱ戦略を立てて、勉強するのとしないのは、雲泥の差です。情報量が多いとね。で、これ統計をね、私は全部取ってて、内容の解析も全部してるんですけども、出るとこで大体単度式って分かってるんですね。こう見ていただくと、もうずっと毎年出てるテーマとか、まああんまり出ないとことかね。まあ出てたけども途切れてるとことか。
まあ、いろいろありますね。だから、見方を変えれば100%このテーマが出るって期待値が高いっていうのがわかるんですね。だからその期待値が高いってわかるんやったら、まあこれ何を意味してるかというと、先ほどね、先ほどというか、ここでですね、まあこれがテーマですね。ここの出やすいテーマというのがあって、その中で、高知高揚関連にしても、バクではダメなんですね。やっぱり基礎岩前公然知られた発明。で、基礎岩前頒布された刊行部に記載された発明で、頒布とは何か、刊行物は何か、で、記載とは何かっていうのを、すごく精度を高めて頭に入れないと、当然その当てはめても、答えは精度が、要件が頭に入っている精度が高ければ答えの精度も高いし、曖昧だと答えの精度も曖昧だと。だから、非常にね、これ苦労するのは、このね、横軸は例えば1条から100条で、バーっとこう、このテーマとしますね。いっぱいある。その中でね、最初戸惑うのは、バクッとした感じの、なんとなく見たらわかりますっていうレベルがこれです。でね、正確にその要件を再現できるか。再現できないと、条文持って入って試験できない。担当試験もね、条文持って入りません。だから、ここのね、習得度のレベルでかなり上げないといけないわけですよ。で、みんなこの辺でね、ごちゃごちゃごちゃっとね、そう認識せずにやるから点数取れないですね。だからこの辺までずっとね、持っていくようにしようとすると、かなり時間がかかります。やっぱりね、前処理して、100回覚えて100回忘れる人っていうのもいつまでたっても頭に入らない。まあ、そういうことも起こり得るんだけども、情報量が多いからね。前処理をしたら、それを10回ぐらいです。もっともかなりね、10分の1から20分の1ぐらいに、その繰り返し数が減ります。で、減っても量が多い。で、そうだとすれば、出やすいところの期待値、優先順位を決めて、で、そこについて、勉強していくということなんですね。そうすることによって、確実に各テーマの得点が取れるから、1年で合格できると。こういう話なんですね。だからまあ、絞って、で、短期理解できるように前処理を施して、で、知識の一元化をして、優先順位を絞り込んで勉強するということがポイントになる。あとはね、まあ、一般的な話が理解という表現ですね。まあ、頭に入ったかどうかというのをアウトプットしてみて初めてわかる。だけど、このアウトプットっていうのを結構ね、みんな避けがちです。眺めてるだけっていう。これね、これしんどいからなんですね。出てこないから。それをしっかりやってもらおうと。いうことですね。で、あと、方論を読んでいるのは、ひたすら真面目にね。整理整頓で、覚えやすいように前処理もした。だったら、あとはもう時間投入した分だけ、得点につながるので、時間の確保ですね。で、あとは、まあ、働き持って勉強する人というのはほとんどなので、まあ、時間が取れません。取れないという悩みがある。だけど、法律のね、要件の、理解、記憶、表現だったら、1分あったら1つの要件の、勉強ができるわけですよ。ということは、細切れ時間をね、法律は有効に使える。歩きとかね、電車待ってる時間。で、そこをね、計画的に時間を使えば、かなり時間をね、確保することができます。で、持続的集中力継続、これは弁理士の強い意志ですね。まあ、これがまあ原動力になるけども、なるんですね。ただ、弁理士取ると、これはね、認定試験ではなくて、ライセンスなんですね。だから、弁士持ってないと仕事ができないという資格なので、一生もんです。なので、まあ、取る価値は十分にあるという話ですね。はい。じゃあね、最後に、最後のページ見てください。で、入門講座では、入門基礎、入門論文、入門担当ということで、まあ、3週回しますよというのは、まあ、なんか売りにしてるんだけど、まあ、結局ね、繰り返し、3回しっかり見る機会があったら頭に入るでしょということです。ただね、そんな、まあ、そこまで単純なものではなくて、入門基礎で私が今言ったね、ベース作りをします。まあ、いわゆるターゲットで出やすいところの前処理ですね。で、これは本を、市販の本を見てもそんな親切に書いてくれてません。で、必要最小限の内容に絞り込んで、必要最小限の時間で徹底理解ですね。で、まあ、ここで合わせて、
理解するのプラス頭にできるだけ最初の段階に残しておくっていうのが後々楽です。で、入門論文って次に、来ますけども、ここは法律は同じなんだけども、アウトプットの仕方が論文で違うんですね。だから、もう論文で出る典型例というのがあるので、そこのコアというのをしっかりすることによって担当の勉強にもなります。あんまりこうやりすぎるとね、ダメなんですけども、相乗効果がある。で、この二つをしっかりと頑張ってやっていただくと、もうベースができるので、入門の担当の三週目はね、まあ基本的には条文ごとに、まあ逐条という形で、こうね、ポイントを確認していきます。まあ入門でね、できなかった細かいところもあるので、まあそういうのもフォローするですね。で、そのステップをちゃんとね、素直に守っていただいた人は、ですね。大体過去に、60点満点中39点で合格なんですけど、48点とか50点とか取ってます。で、まあそうかい、まあそれ、まあそういう人もいれば、やっぱりね、指示したことを、まあ理解、記憶、表現の方を絞ってやるねとかね。まあ例えば、やった内容を過去問で、過去に出た問題で復習するんだけど、過去問だけをくるくる回してもダメですよっていうふうに言っても、そればっかりやる人もいるので、まあ、そこでね、ちゃんとしたステップを踏んでいただければ動画で結果というのは変わってきます。で、まあ特徴ですけども、1年合格可能な講義っていうのは、真の意味でね。で、ちょっとね、最初の半年ぐらいを、かなり、圧力をかけるというかね、ここでしんどい思いをちょっとしてもらう。そうすると後が楽なんですね。なので、まあ1年間は、必死でやってもらって、お金をかけた分だけアウトプットを真面目にやっていただければ絶対出ます。で、サボるとね、ちょっとさすがにね、まあその記憶力の個人差によっても変わってくるんだけど、サボってもね、できる人もたまにいるけども、ほとんどの場合、まあみんな一緒です。真面目にやった人は。まあいろんなことがありますけども、まあ多くが喜ぶ、多くが受かる講義をしますよということです。まあ来てもらって、まあ最初来て来られる方は素人さんばっかりなんでね。まあ、10を教えることを4ぐらいにしといてもよく分かったでしょう。3ぐらいにしてても予習しんでもよく分かったでしょうというのは、講義やろうと思ったらできるんですよ。面白おかしくね。だけど、いろんな判例とかも紹介して、ただ得点につながらない講義をやってもしょうがないし、後の3を教えた後の7はどうするんやという課題があるんだけど、そういう講義はごまかしに過ぎないですね。まあ、それはしませんですね。はい。ということで、ポイントはね、前処理ですね。まあ基本的な二つ理解があって、条文の表面的な理解プラス本質ですね。で、まあその両輪をしっかり押さえて、理解はすぐに当然できるし、それをいかに早く頭に残すかという講義。これがまあ江口メソッドだと考えてください。はい。じゃあ時間を切って、これで終わります。